どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はガズメロをやっていこうと思います。このガズメロっていうのは一体何かというと、世界中にある名曲たちの主旋律のメロディーだけをこのウクレレで弾くというか歌うというか歌わせるというか奏でるメロディーを弾いていこうよというそういうプログラムになっております。もう結構シリーズでつながっているんですけれども、今日もモリモリやっていきますよ。今日取り上げる曲はこちら、ドーン。明日があるさ、坂本九さんのもう名曲、もう永遠に歌い継がれる、引き継がれるであろう、もうほんと昭和のね、もう宝物でございます。これをですね、このメロディー弾いちゃおうぜという、そんなことになっております。今日もですね、皆さんがお持ちの、今日はね、ほら GV モデルという G ラボのね、このエレキウクレレ G ソリッドの GV モデルを使ってこのエレキウクレレでやるんですけど、今日も皆さんが持ってる普通のウクレレでできるようになってます。4弦も登場しないんで、ロジーとか関係なく、普通の皆さんの持ってるウクレレでプレイできるんで、楽しんでいきましょう。さあ、いつものように流れをご紹介しますと、この後ですね、このタブ譜というものを映しまして、ガズがデモ演奏します。このタブ譜っていうのはですね、これウクレレ簡単にメロディー弾きができるね、面白い楽譜、パズルゲームみたいな楽譜なんですけど、読み方詳しくは概要欄に貼ってあるんですけど、今ちょっとレクチャーしましょう。これで、こう線が4本あるんですけど、一番上の線が1弦、2弦、3弦、4弦ってことになってます。で、こう数字が書いてあります。これはですね、フレットの数なんですね。で、これ最初、3弦の7フレットです。その次1弦の7フレットです。ちょっと弦がまあ飛ぶんですけど、ちょっとこれ弾いてみると、最初3弦の7、1弦の7、7、5、5、8、7、みたいな。こんな風に、いつもの駅で、こんな感じです。こうやってメロディー弾きをしていきます。面白いでしょ、これ。こういう風にパズルみたいに、この弦とフレットの数で、メロディーを覚えていって、楽譜、このタブ譜を見て、すぐに弾けるっていう可能性はかなり低いんで、覚えるしかないです。ここの、自分のこの、ウクレレのこの、フレットとか、この弦と、景色で覚える。上がった下がったとか、右に行った左に行ったみたいな、そういうストーリーで覚えるのがいいんですけど、とにかくこのね、ガズメロの面白みっていうのは、この覚えられそうで覚えにくい、覚えられるみたいな、その覚える段階が一番面白いところなんで、このメロディーを覚える、これをね、楽しんでいただければというふうに思います。で、この後、このタブ譜を画面上に映しながら、ガズがデモ演奏をします。デモ演奏。で、皆さん練習してもらって、ガズがどんな指使ってどんな風に弾いてるのか見てもらったら、その後皆さんの本番の時間がやってまいります。本番の時間と何かというと、私ガズがですね、皆さんの、メロディー弾きの伴奏を担当させていただきたいと思います。要はタブ譜だけ出してガズが伴奏だけしますんで、みんなそれに合わせて弾いてくださいよというこう2ステップスタイルです。まずは練習をやって本番がやってくる、こんな流れになっております。さあ、本日は今も言ったけど、この G ラボエレキウクレレ GJ モデルを使いまして、このエレキウクレレアンプ、エレキウクレレアンプじゃないの、ウクレレ専用ウクレレアンプ、G ボックスでこの音をね、こう、今もちょっと出たけど、これで奏でていこうと思うわけでございます。はい。そしてですね、この後やる伴奏、皆さんの伴奏をやるマイナスワンでは、はい、今日はヴィンテージシリーズを使おうかなと。ヴィンテージシリーズもこちらアンプ、G ボックスにつないで、皆さんの伴奏をバックアップしようと思うんで、こっちのサウンドもちょっとチェックしていただければというふうに思います。はい、そしてもちろんですけど、この、弾き語りの、明日があるさも絶対やってくださいね。これね、弾き語りをやった方がいいんですよ。コードの感じとか、このリズムの感じとか、やっぱ歌心がないと、こういうメロディー弾きっていうのも、ね、やっぱりね、ちょっとなんか薄っぺらい感じになるんで、歌う代わりにウクレレに歌わせるわけですから、自分が歌える、これが大事になると思います。弾き語りめちゃくちゃ楽しいですよ。簡単バージョンは入門コード3つでやってますからですね。はい、ぜひこれもやってください。これを参考にして、皆さんのマイナスワンのコードもやっておりますんでね。で、まあ、この弾き語りと一緒にセットできると、まあ、アンサンブル、最初はみんなでメロディーを弾いて、あとはみんなで歌ってハモってみたいなのも楽しくなると思います。これも概要欄に貼っておくんでやってみてください。というようにガズレレはですね、弾き語りの簡単ウクレレッスン普段やっております。この動画もしかして初めて見たよという方いるかもしれないんで、まずは弾き語りがおすすめですね。まあ、このガズメロから最初にやってもらうのもいいですけど、いずれはね、コードの概念というのが必要になると思います。はい、ガズレレで始めるウクレレ初心者レッスン概要欄に貼っておくんで、まずはこの弾き語り楽しく始めてみてください。さあ、それでは早速やっていきましょう。まず最初はガズによるデモ演奏、タブ譜バッと映しておきますからね。ガズの指タイミング確認して一緒にちょっと練習してみてください。それでは明日が明日ガズメロを、まずはデモ演奏の方からやってみる。 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3.
みました。いかがだったでしょうか。結構ノリノリの曲で勢いがありますよね。だからメロディーはすごくシンプルだと思うんですけど、あのね、なかなかヒントがいっぱい詰まってるというか、簡単に聞こえるけど、歌うのは楽かもしれないけど、このメロディーで弾くとなるとちょっとね、コツがいるかもしれない。で、そのコツについてはこの後ちょっと濃厚に解説していくんですけど、まずはね、今出ていたタブ譜をガズクラブというサービスで皆さんにもダウンロードしていただけるようにしようと思うんですけど、はい、その前にこの本、皆さん、とうとう今年も出ます。ソングブック6、黄緑色の弾き語りの元旦楽譜の本が出ます。はい。でですね、この本もうAmazonで予約になっているんですけど、皆さんにぜひ予約してもらいたいんですけど、二つ注意点があります。まず、この今ずらっとこれ見えているこれガズレレのね、楽譜本たち、なんと累計で20万部突破になりました。とんでもないことが起こっております。20万部っつったらもうなかなかひっくり返る数字なんですけど、それを記念しまして、2024年の8月には、ガズレレ本20万部突破記念キャンペーンを全国の書店さん、楽器店さん、CD 店舗さんなどで行われる予定になっております。で、そのキャンペーン期間中に指定の店で本をガズレレ本たちを購入してくださった方には、プレゼントが漏れなくもらえたり、応募するとまた何かが当たる、こう、ダブルプレゼントがあったりとか、すごいね、大規模なイベントをやろうと思っています。なんで、その時まで、本の予約待ってもらった方がいいかもしれないっていうのが一点と、あともう一個、皆さんの街にガズが無料インストアライブ発売記念イベントを行いに行くかもしれません。その際にはですね、そのインストアライブをやる店舗様にて本の購入とか予約をしてほしいので、そうしないと入れない。それが入場料代わりになっているので、Amazon の予約ちょっと待った方がいいかもしれない。はい、とは言いながらも予約始まってますというご案内でございます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄にね、曲名とか入ってある詳しいリンク貼っておくんでね、見てみてください。さあ、それではですね、今タブ譜を見ていきましょう。今出てたタブ譜なんですけど、ガズはノートに書いてるんですね。こんな感じで、でこんな風に今からこうやって写していくよということなんですけど、今これめちゃくちゃ便利なサービスがあるんですよ。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かといっても、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた明日があるさんのタブ譜を含むガズメロでやってるこのメロディーのタブ譜全てと、あとは弾き語り、もう何千曲もありますから、その中でみんながやってみたいなと思う曲、私これやりたい、あれやりたいって感じで5曲毎月選べて、お手元に即座にデジタルデータとしてね、ダウンロードできてすぐご活用していただけるという画期的なサービスなんです。で、このガズクラブは楽譜のダウンロードだけじゃなくて、毎月2回行われているガズクラブメンバーだけが参加できるもう大セッション大会、ガズ音が開催されていたり、あとはですね、皆さんの演奏動画が発表できる場所があったりとか、かなり面白いクラブ活動になってますんで、ぜひですね、このガズクラブ入ってきてください。はい、そしてですね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは YouTube メンバーシッププログラムをやっておりまして、毎月590円で、こっちはなんと毎週2回ライブ配信講義でございます。チャットでリアルタイムでね、もう更新しながら皆さんと質問に答えながらやっていくんですけど、課題曲を決めてみんなでガーッと取り組んでいくというね、大学ですからちょっとね、レベル高いですよ。16ビートのチャットとかカッティング練習している方は楽しめると思います。ガズレレ大学もおすすめです。あと毎朝7時半から誰でも聞けるラジオ配信ガズラジ公開中でございます。スタンド FM で聞きますんで、ぜひ皆さん聞いてね。はい、今言ったこのあたりのことは概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。それではですね、タブ譜の楽譜を見ていきましょう。はい、今映ってたものと一緒ですけど、こうやってノートに書くと分かりやすいかなと。まずはこれ A メロです。でん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 、こんな感じですね。はい、一時停止で書ける方は書いてください。これこのガズクラブに入っていただくと、この今映ってるノートのデジタルデータをお手元にダウンロードしてすぐにね、ご活用いただけると思うんでね、ガズクラブもぜひよろしくです。はい、一時停止。はい、でここがサビですね。もう、アシータがある、アシータがある、アシータがあるさ、なんですけど、これをですね、3セット繰り返しました、今。で、3回目の3セット目はこのサビを2回繰り返して、なおかつ最後は、ここ、アシータがあるさ、ゆっくりになる。ここはちょっとね、ラストはゆっくりになるよ、ということで、これは、なんかこう気づいてください、ということでございます。はい。こんな感じでやってみました。タブ譜は面白いですね。これで今の世界観が表現できるわけですから。はい。そしたらですね、ちょっとこれから、ガズが気づいてワンポイントレッスンをしていきたいと思います。まずですけど、最初の歌い出し。これ、歌い出しも、もう何も、ずっとこのパターンで出てくるんですけど、3弦の7フレットから1弦の7フレット。弦をまたぎます。ちょっとやってみますよ。そうすると、いつもの駅でいつも会う。はい。ここまでね、こう流れるようなフレーズなんですけど、これ結構やっぱり最初からね、うまく弾けないと思うよ。の何回も繰り返してください。いつもの駅でいつも会う。なんかこう、覚えられそうで覚えられない感じ。これがね、この曲の特徴的なところです。こうやって何回も何回もこう、細切れにして、
一個一個こう覚えていく、これがいいと思います。その次もまた、3弦から1弦ぜー歩くのお下げ、今のお下げ画面のところ、ここ注目。2弦の5フレットから1弦の5フレットに飛ぶじゃないですか。同じフレットなんですよ。その時にあとこれが NG です。こういう風に2つの音が被ってしまってはなんかね和音になっちゃうんですよね。だから1個ずつの音でこんな風がいい。なんとかこう、これがダメな見本、ダメな見本はこれですよ。これだといまいちですね。しっかり単音で出るのがいいです。あるいは、はい、ここちょっと早い。だから今日ね、この隣り合った弦の同じフレットっていうのが出てくるんですよ。お下げ髪、この後ね、もう送る頃、これも7弦飛びます。もう送る頃、ここも2弦の8フレットから1弦の8フレット、もうここです。もう送る頃、これもさっきみたいにこういう風に交わるとちょっとイマイチなんですよ。1個ずつ音が切れるのがいい。次、ここの待ち冒険のところに至っては、2弦の7フレット、3弦の7フレット、また2弦の7フレット、ここ、こんな風に、これもこうならない方がいいよ。またがない、こういう風に和音にならない、1個ずつ途切れさせてください。でこのあとまた1弦の5、2弦の8、ここ、すごい弦もまたぐからね、ここが結構忙しい。はい、ここがねちょっと一番ちょっと忙しいかな。音途切れてもいいですよ。こう途切れっていうか、こうわざとあのちっちゃくいく、ちょっとこうニュアンスでね、こういうのもちょっと臨機応変にあの入れてみると面白いかも。で、サビがまた1弦の、1弦と2弦の8フレット、またまたぐからね、同じフレットで、ここも一緒、7フレットのところ、なるさ、はい。なんでここはちょっと似てるんでね、もう来る頃もう来る頃、今日も待ちぼうけと、明日がある明日がある明日がある、ここはちょっと似た感じっていうか、まあほぼ一緒のメロディー。なんでここの、同じフレットで弦をまたぐところ、こう音が重なえないように要注意かなと。はい。であとはもうこれ繰り返しなんで3つね、まあ、とにかくこのパターンを覚えるとずっと3回繰り返すだけで終わります。で最後の最後だけで明日がある、明日がある、明日がある、さーで2弦の端で8フレットで最後終わっていくという。ここはまあ聞いてもらったらニュアンスはわかるというふうに思うんですけど、はい。で、今のが基本的なメロディーラインの注意点なんですけど、やっぱりこれ、入れていきたいのはこの技を、慣れてきたらこれどんどん入れてください。これ今映ってるのは、まあ、ウクレレかっこよく弾ける裏技で、スライド、あとハンマリングオン、プリングオフ、あとはビブラートですね。ちょっとビブラートとかいろいろちょっと、いろいろ入れてやってみましょう。最初から。ワン、ツー、スリー。わかる？スライド。まあでもあんまりトゥーマッチもダメですよ。余裕出てきたらここだっていうところでちょい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 入れる。スライドとかもこれ、ここいいですよね。難しいよこれ、行き過ぎちゃうから。だーって。はい。それでこれもちろんいつも言ってることなんですけど、まずね、最初からこういうのをね、普通のメロディを弾けないのにやろうと思うともうね、もうぐずぐずぐずになっちゃうんで、まず最初にこのビブラートがなしの、本当にプレーンな、ピュアなやつ。これをじっかり、バッチリ弾けるようになった上で、ここぞというところに入れていってください。で、さっきも言ったけど、やりすぎは逆にちょっとトゥーマッチなんで、ここを入れたら気持ちよさそうだなということで、スライドを入れたり、ビブラートを入れたり、それぞれの方のこのニュアンスというか、さじ加減がいいんですね。こうやってやれっていうものじゃないんですよ。その度合いとか、その入れる頻度とかも、皆さんのデザイン次第です。あんまり入れすぎると品がないよというかね、はい、なんかそんなのもあると思うんですけど、まあ、そこをまたね、次のステップとして、最初覚えて、あとはお化粧という感じでこのビブラートとかそういうのをやって、またちょっとねかっこよくやっていこうと、そんな風に思います。まずはちょっと時間かけて覚える。で覚えるコツとしてはもうここの景色ですね。やっぱりまたいだな、
また1弦いて、はい、3弦に戻って、こう弦を今日またぐパターンがすごく多いんで、ここのドラマをここでね、あのストーリーを作るみたいなのが、あの楽しく覚える秘訣かなというふうに思います。まあじゃあしっかり覚えていただいて、さあ皆さんいよいよ本番の時間がやってまいりました。マイナスワンです。ガズさんが皆さんの伴奏をしますんで、一緒にやっていきましょう。マイナスワンではね、このヴィンテージシリーズを、このアンプリつないで、G ボックスにつないでやっていこうと思います。ちょっと今ひとまずセッティングします。はい、セッティング完了しました。ヴィンテージシリーズを今この G ボックスにつないでるんですけど、いいでしょ、この広がる音。この、サウンドで皆さんのバックアップを後ろからこう力強く支えていこうと思います。はい、この G ボックスのアンプ本当素晴らしいでしょ、広がりがいいですよね。まあ、今日はちょっとノリがいい曲なんで、このジャカジャカした感じも表現できると思うんですけど、はい、じゃあ皆さん、今からガズさんとセッションしていきましょう。これも一個のセッションですから、ガズさんのこのなんていうの、グルーブを感じてくださいよ。このガズさんがこう体を揺する、このね、エネルギーも一緒に共有してもらって、ノリノリで演奏して、夢中になっちゃうからね、このメロディー弾きって。やっぱり、その中にもリズムが入ってるわけですからですね。はい、その辺も一緒に、共有してやっていきましょう。それでは、マイナスワン、明日があるさ、ガズメロバージョン。皆さん、レッツトライしてみてください。やってみる !1、2、1、2、3、4! いかがだったでしょうか。これ簡単に聞こえるけど、この曲結構ちょっとトレーニングが必要かもしれない。やっぱ何回も言ってるけど、この弦をまたぐフレーズとか、あと同じフレットなのに弦が違うとか、その辺はね結構コツがいるなというふうに思います。でもメロディーはもう本当に皆さん、あのしっかり頭の中に刻まれているメロディーだと思うんで、あの楽しめると思います。そしてですね、やっぱりね、これ今ちょっとそれでも早いなと思った方いるかもしれない。ちょっとフレーズが複雑だからね、そういう時はね、最近ずっと言ってるけど、 YouTube の再生速度を遅くする方法があるんです。それを私ガズが説明している動画があるんで、それでちょっとやってみて、さすごい遅くやればできるようになります。でだん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 速度を上げていくとですね、あの知らないうちにできているよっていうのが望ましいから、まあ、どっちにしてもタブを読みだから無理だから、覚えるのがさ先決ですよ。メロディーを覚えた上でリズムキープ、今度はその、ハードルが立ち上がってきますから、そこも楽しんでください。はい、そういうわけでですね、今日はアスタガールさんのガズメロやってみたんですけど、さっきも言ったけど、この弾き語りのやつと一緒にミックスさせて、まず仲間内でね、一人はメロディー弾いて、一人はコードを弾いて、その後二人でハモって、その後もう一人今度は入れ替わって、今度はメロディー弾いてコード弾いてとか、そのすごくこうアンサンブルというか輪が広がるなというのがあったりとか、
あとはやっぱり、今やったガズのマイナスワンのところだけ切り取っていただいて、あちこちで演奏して練習していくっていうのも楽しいと思います。一人でもみんなでも楽しく、このガズメロを自分の音楽に取り込んでですね、弾き語りと一緒にセットで楽しんでいきましょう。はい、そしてこのガズメロですけど、もうね、かなり曲数も増えてきました。このタブーフでメロディーを弾くっていう、このね、楽しさ、気づいちゃった人、他の曲もいっぱいあるからトライしてみてください。洋楽なんかもいいよね。英語苦手だという方、メロディーだったら弾けますからね。はい、そのね、曲のね、ソングリスト、概要欄に貼っとくんで、他の曲にもじっくりトライしてみてください。これ、なんか見てるけど、すぐできるもんじゃないからね、だんだん自分に染み込ませていく、それが楽しい時間に変わりますからですね。はい、ぜひやってみてください。そういうわけで本日はガズメロ明日アルサ名曲、昭和の名曲楽しくやってみました。皆さんぜひじっくりゆっくりこの梅雨の季節楽しんでトライしてみてください。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。